演武開演。どうも、本日は梅風味茎わかめを食べたいと思います。では、いただきます。いえ、知りませんでした。ですが、やっぱりただのワカメとは違いますね。先日のコリコリワカメはコリコリとしてちょっと独特な食感でしたが、こちらはジャキジャキとしていて、いわゆる味噌汁などに入っているワカメに近いような食感でした。それを噛みしめるとやはり梅の酸味が口の中に広がってさっぱりしてとっても美味しいです。酸味が苦手な人にはきついかもしれないですが、そうでない方にはおすすめです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。